はい、こんにちは、116インズです。今回の動画ではフルスで再起を図る選手たちをご紹介したいなと思っております。このオフはストーブリーグの動きがなかなか遅く、選手たちの契約もまとまらない状況が続いていたんですが、スプリングトレーニングも目前に迫り、ようやく契約がまとまりつつある状況かなと思っております。で、このオフ印象的なのが、結構フルスの球団に戻る選手が多いなと思っておりまして、昨年はあまり成績面で振るわなかったけれども、自分がかつて輝いた球団でもう一度キャリアを立て直したいという思いも、もしかしたらそういった思いもどこかにあるのかなと思っております。ということで、今回の動画ではそんなフルスで再起を図る選手たちを5人ほどご紹介したいなと思っております。なるべく昨年成績の方があまり振るわなかった選手に限定してご紹介したいなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていただけると幸いです。それでは早速見ていきましょう。はい、まず1人目はレイズに復帰したクリス・アーチャーですね。アーチャーは先日レイズと正式に1年総額650万ドルの契約が決まったんですけれども、2018年の途中にパイレーツに移籍してからは、かつてレイズのエースとして活躍していた時と比べますと、ピッチングの方かなり物足りない内容となってしまっています。2019年は3勝9敗、防御率 5.19 でしたし、昨年は胸郭出口症候群の手術を受けた関係でシーズン全休。アーチャーは最長で2021年までパイレーツ残すことできたんですけれども、2021年のオプションを破棄して彼を FA としていました。アーチャーに関しては先日上げた動画で、レイズはアーチャーをパイレーツへ放出する際に、レイズがオースティン・メドウズやタイラー・グラスナーといった現在の主力選手をトレードで獲得し大儲けしたという話をご紹介しましたけれども、今回トレードから2年半経過してアーチャーが再びレイズに戻ってくることになりましたが、胸郭出口症候群の手術を受けた後でかつてのエースのようなピッチングを取り戻すことができるのか、注目のシーズンとなりそうですね。レイズという球団にとって、いくらかつてのエースといえど、650万ドルという買い物は決して安い買い物ではありませんので、果たしてチームが期待しているようなパフォーマンスを残すことはできるのでしょうか。はい、続いて2人目はカブスに復帰したジェイク・アリエタですね。アリエタはちょうど昨日カブスと1年総額600万ドルの契約を結びまして、昨年まで3年間フィリーズでプレーしていたんですけれども、今回4年ぶりにカブスに復帰することとなりました。アリエタはもともとはオリオールズの超がつくほどの有望株だったんですけれども、ただ才能がなかなか開花せずカブスに移籍することとなったんですが、そこで彼の代名詞ともいえるカッターを使い始めまして、カブスで一気に大ブレイクを果たしました。2014年は25先発で10勝、防御率 2.53 と活躍すると、翌2015年シーズンは33先発で22勝、防御率は先発投手としては驚異の 1.77 を叩き出しまして、この年サイ・ヤング賞も受賞しました。2016年は初めてオールスターにも選出され、2015年から少し成績の方は落としてしまったんですけれども、カブスの世界一にも大きく貢献した選手でして、カブスに在籍している間はチームのエースクラスとして非常に活躍した選手でしたね。で、カブスとしてはこのアリエタをチームに残す意思はあったんですけれども、2017年のオフに FA となったアリエタはフィリーズと3年総額7500万ドルの大型契約を結びましてフィリーズ移籍。ただフィリーズに移籍してからはカブス時代に見せていたようなピッチングがなかなかできず、3年間でウィンザボーリプレイスメントは計 4.4 と、ちょっと3年総額7500万ドルという大型契約には見合わないような活躍となってしまいました。アリエタはフィリーズでの3年間でかなり選手としての価値は下がってしまった印象がありますが、ブレイクのきっかけとなったカブスに戻ることで再びかつての輝きを取り戻せるか期待したいですね。はい、続いて3人目はインディアンスとマイナー契約を結んだブライアン・ショー。ショーは2013年から2017年までの5年間でインディアンスのブルペンを本当に支えたピッチャーの一人でしたね。この5年間の間でショーは毎年70試合から80試合もの登板をこなし続け、また成績の方も防御率2点台から3点台と非常に安定感もありましたので、チームとしてはかなり重宝していた印象がありますね。この5年間でショーは計378試合に登板しているんですけれども、これ年平均に直すと大体75登板になりますから、これだけでもショーのタフさというところが非常に伝わってくるんじゃないかと思っております。2016年インディアンスがワールドシリーズ進出した年のブルペンもショーはリーグ最多の75登板をこなしていますし、まあ、最後ワールドシリーズ第7戦で延長10回にベンゾブリストに決勝タイムリーを打たれてしまって敗戦投手にはなってしまいましたけれども、それでもこのショーはインディアンスのブルペンに欠かせない存在だったんじゃないかと思っております。
で、このインディアンス時代の活躍もありまして、2017年のオフにコロラドロッキーズと3年総額2700万ドルの、まあ、リリーフ投手としてはかなりいい契約をゲットすることができたんですが、ただインディアンス時代の登板肩がたたったのか、2018年、2019年ロッキーズでは、いずれも防御率は5点台と振るわず、昨年開幕直前にチームをリリースされてしまいました。で、その後マリナーズと契約を結んだんですが、6イニングを投げて12失点と全くピッチングの方が振るわず、早々にブルペンの構想から外れてしまいましたね。ショーに関しては昨年マリナーズでプレーしましたので、私自身も登板する試合何度か見たことがあるんですけれども、制球がなかなか定まらず、ストライクに行くときはボールがかなり甘いゾーンに行ってしまっていた印象がありましたので、この状態だとなかなか抑えるのは難しいかなと彼のピッチングを見て思った記憶がありました。今回インディアンスに4年ぶりに復帰しますけれども、彼の不振の原因がかつての登板肩がたたったものだということでしたら、ちょっと今後も厳しいのかなと思ってしまうところはあるんですが、ただ他に原因があるようでしたら、インディアンスは投手育成にも定評のある球団ですから、もしかしたら彼を復活させることができるのかもしれませんね。16年のワールドシリーズ進出の時に在籍していた選手がだいぶ少なくなってしまったインディアンスですが、その当時を知る数少ないメンバーとしてショーは復活を果たすことができるでしょうか。ではここからは野手を見ていきたいなと思います。まずホワイトソックスに復帰したアダム・イートンですね。イートンはホワイトソックスと1年総額800万ドルの契約を結んだんですけれども、今回5年ぶりにチームに復帰することとなりました。イートンが前回ホワイトソックスに在籍していた頃の2014年から2016年の3年間で、イートンはウィンズアボブリプレイスメント16を叩き出していまして、これ普通に考えてもオールスタークラスの成績を残しているんですよね。まあパッと見の成績が目立たないので、この3年間では一度もオールスターには選ばれていないんですが、それぐらいチームにインパクトを与える活躍を前回のホワイトソックス在籍時にこのイートンは残していました。で、2016年のオフに現在ホワイトソックスのエースとして活躍しているルーカス・ジオリトラとトレードでナショナルズに移籍したんですけれども、ナショナルズに移籍してすぐに前十字靭帯を断裂する大怪我を負ってしまって、で、その後ナショナルズでは結構怪我に苦しんだ印象がありました。ただ2019年久々に健康に1年を送りまして、プレーオフでも大活躍を見せたイートンはチームの世界一に大きく貢献。これでだいぶ選手としての価値を戻したかと思いましたが、昨年は41試合で打率2割2分6厘 OPS6 割6分9厘そしてウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 0.7 とかなり低調なシーズンを送った末での今回のホワイトソックス復帰となりました。まあ、昨年不調だったというところがかなり気がかりではあるんですけれども、ただ今季コンテンダーとして戦うホワイトソックスはおそらくイートンに2019年のような活躍、特にポストシーズンでの活躍を期待しているかと思いますので、ぜひその期待に応えるシーズンとしてほしいなと思っております。そして今回最後にご紹介するのがアセチックスとマイナー契約を結んだみんな大好きジェド・ラウリーですね。ラウリーは今回が3度目のアスレチックス在籍となるんですけれども、キャリアを通して非常に故障が多い選手なんですが、なぜかアスレチックスでは割と健康に過ごし活躍することがこれまでできていました。前回在籍していたのは2016年から2018年の3年間でしたけれども、そのうち2017年および2018年は150試合以上に出場しましたし、特に2018年についてはキャリア最多となる23ホーマーウィンズアボリプレイスメント 4.4 を残しまして、自身初めてのオールスターにも選出。この活躍があってメッツと2年総額2000万ドルの契約を勝ち取ることができたんですけれども、ただメッツでは再び故障に苦しんでしまって2年間で結局8打席にしか立つことができませんでした。完全に最近のメッツの失敗補強、失敗契約の一つとなってしまった感じがありますよね。ラウリーは来季が37歳のシーズンで、もともとは内野の複数ポジションを守れるユーティリティ性も一つ魅力だった選手なんですけれども、メッツ時代に故障してしまった膝の状態もそこまで良いとは言えないと思いますので、このユーティリティ性もおそらく失われてしまっている中で、得意のアスレチックスでメジャー昇格、そして活躍することはできるのでしょうか。アスレチックスはこのオフ二遊間を守るマーカス・セミエン、それからトミー・ラステラがそれぞれ移籍してしまった状況ですので、ラウリーに全くチャンスがないというわけではおそらくないでしょうから、3度目のアスレチックス在籍でも輝ける可能性は残っています。ということで、ここまで5人の選手を紹介してきました。いずれの選手についても、まあ、前世紀と呼べる時代を送ったチームに今回復帰することとなりましたので、自分たちがかつて輝いた球団でぜひもう一花咲かせてほしいなと願っております。また今回の5選手が復帰する球団のファンにとっても、かつてチームを支えた選手の復帰というところはおそらく嬉しいんじゃないかと思っておりますので、チームにとってもそして選手にとっても今回の契約が良いものとなるといいですね。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。